こんにちは、あかちゃんです。今日はすごいです。まずは紹介しましょう。こちらです。じゃじゃーんと、こちら、じゃじゃーん。新作のベイブレード、明日発売されるんですけど、おもちゃ屋さんに行ったら売ってたんですよ。でね、ベイブレード僕最近すごく好きで、ベイブレードのアニメをね、たくさん見て、うわー、ベイブレードやりたいなと思ってて、今回から新しく、超絶っていう新シリーズでベイブレードが始まるんですよ。だからね、ぴよちゃれさんに、始めるならこのタイミングがいいよっていうことで、早速、超絶のベイを買いました。で、僕はね、これから始めるということで、こちらの対戦セットっていうものを買いました。この対戦セットには付いてなかった新作のベイのもう一種類買いました。Z アキレスとウィニングバルキリーとエンペラーフォルネウスです。はい、このような感じになってます。かっこいいね。このベイランチャーとスタジアムと、それぞれベイが2つと、これにセットで付いてなかったので、これも買いました。今回からパッケージがこのようなパッケージになってて、レイヤー、ディスク、ドライバーがしっかり見えますね。立体攻撃ができるようになったとか、高さを変えれたりとか、今回から、ボットアビリティは多分なくなったとは思うんですけど、ドライバーにちょっとした仕掛けが施されてるみたいですね。英雄アキレスモチーフ。漫画も見ました。攻撃と防御力を兼ね備えた大きな剣型の2枚刃を持ったバランスタイプの超絶レイヤー。フレームパーツの取り付け可能なコアディスクで、幅広で重心バランスの整った形状が安定性能を高めるディスク。相手に合わせた高さを2段階に切り替え可能。かつ攻撃と持久を兼ね備えた軸先を持つバランス系変形ドライバー。戦いの神バルキリーをモチーフ。金属でできたアッパー形状の3枚刃が相手を切り裂くアタックタイプの超絶レイヤー。フレームパーツの取り付け可能なコアディスクで台形かつダウンフォースを生み出す刃を持つアタック系ディスク。前高が高いため上からの攻撃可能で、さらに回転する平たい軸先により激しく不規則に暴れるアタック系ドライバー。今回のドライバーがね、結構いろんな感じで暴れ回るみたいですね。明日仕事っていう感じの流れだったからね、土曜日だから。本当に今日買えてよかったです。じゃあね、早速開けましょう。やばい、超楽しみなんだけど。オープン。じゃあじゃあ。あ、硬い。はい、やばい、超ワクワクする。いきます。来たー、スタジアム。イエーイ。じゃーん。うわ、かっこいい。かっこいい。うわ、初めて見た。かっこいい。これシール貼らなくてもすでにかっこいい。うわー、バルキリーだー。僕、バルキリーの戦い方とかすごく好きなんですよ。初めてセットする。やってみましょう。ちょっとね、漫画しか見てないからね、本当にわかんないんですよ、僕。左に回すのかな、これは。で、できた。ウィニングバルキリー。これシール貼らなくてもすごくかっこいいね。これで合ってるの？そしてランチャー。ランチャー。嬉しいな。バルキリーの青色のランチャーと、Z アキレスをモチーフの赤色のランチャーだ。ちょっとね、主人公とかと一緒で紐が欲しかったんだけど、まあいいや。本当に分かってないからさ、これでいいんだよね。おー、来たー。やりたかったんだよ、これが。超絶レイヤーシステム。はい、こんな感じですね。ディスクはゼロですね。エンペラー・フォルネウス。サメの悪魔、フォルネウスモチーフ。金属の重みが乗っかった12枚刃による波状攻撃で相手を寄せ付けないディフェンスタイプの超絶レイヤー。お、ディフェンス、バランス、アタックの3つ。あとスタミナがあれば全部揃うね。フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、超重量級のシンプルな形状が攻撃、防御、持久力をアップする超バランス系ディスク。へえ、ディスクはバランス系なんだね。遠心力を生む大型のリングパーツで囲まれた球状の軸先と、前高が低いことによる安定性により防御力を高めるディフェンス系ドライバー。メタルウェーブ。金属が融合した波打つような連打刃が相手の攻撃力を完全に分散させる。ちょっとね、見えにくいんだけど、これ防御力と重量にかなり特化してますね。いやー、開けましょう。なんかね、このようなもので止められてるので、先にこれを切らないとね、取り出せないですね。はい、じゃあ組み立てます。ちょっと分かってきたよ、組み立て方。対戦セットを買わない方に向けてね、情報を教えたいと思います。ちょっと僕がよく見てもわかんないんですけど、これウィニングバルキリーのドライバーですね。これがいいみたい。そしてゼロディスクはエンペラーフォルネウスについてたし、ツインネメシスのこのヒットってやつがないから、完成させることできないですが、あとはここら辺持ってないね、僕。あ、全部持ってない。ウィニングバルキリーはお、エンペラーフォルネウスとキラーデスサイザー持ってないな。ちょっと持ってないのが多いから組めないですけど、フレームがないからね、組めないね、僕は。はい。これを持って2000以上のお買い物をすると、ウィニングバルキリー、レイヤーゴールドバージョン、セブンディスク、エクステントドライバー、聞いたことある。新、ロンギヌス登場。うわ、もう来るんだ、ロンギヌス。早い。本当にね、初心者が紹介しちゃって申し訳ないんですけど、Z アキレスは、ここら辺を引っ張るとなんか伸びる。あ、来た。こうやると伸びるんだ。高さが高くなる。高さが高くなることで、上からの攻撃ができるみたいですね。で、これで低くなったりするみたいです。こんな感じ。かっこいい。この剣と盾で、相手をバーストさせることが得意らしいです。続いて、ウィニングバルキリー。ウィニングバルキリーもバーストフィニッシュが得意って書いてあります。メタルスラッシュで相手を切り裂けって言ってますね。そして今回のこの軸先、不規則に動くこの感じが、ベイがすごく不規則に暴れて、アタックを仕掛けるみたいですね。回転します。そして、エンペラーフォルネウス。このドライバーは、このような回転する、オービットって言うんだっけ？よくわかんないんだけど、そういうものに似てるんですけど、ここに大きな円があって、多分これがね、こう倒れるのを支えてくれるので、持久力が一気に上がるそうですね。相手をオーバーフィニッシュさせるのが得意だそうです。では早速、回してみたいと思います。一回ね、一個ずつ回していきたいと思います。ではまず最初に僕が好きなバルキリーでいきます。ウィニングバルキリー。本当にね、初心者なのでごめんなさい。で、シュートも下手くそだと思うんですけど、すいません。これつけると見にくいかなと思ったんですけど、見えるかな ?3、2、1。ゴーシュッ、見える？すごい、止まってる、軸先が止まってる、なんかね、ポン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 って動きしてる、軸先が止まって。じゃあ次、 Z アキレス、ランチャー変えましょう。赤色のね、重心低いモードで打ちますね。3、2、1、ゴーシュッ、ちょっと斜めに入った、アタックっぽい動きしてる。おー！バルキリーのこの軸先どうなんだろう。早めにね、勝負つけちゃわないとね、持久戦に持ち込まれると厳しいですよね。はい。それでは、最後に、ディフェンスタイプのエンペラーフォルネウス。3、2、1、ゴーシュート！おー、来た、安定してる。おー、それではね、早速バトルさせていきたいと思います。主人公対決いきましょう。元主人公青井バルトくんのバルキリー対、新しいね、超絶シリーズで主人公となる赤羽愛雅くんで戦いたいと思います。3、2、1、ゴーシュート、急いで、おー、バチバチ、やばい、バルキリーがやばい、バルキリーがやばい、おおー、 Z アキレススピンフィニッシュで1ポイント、セカンドバトル、3、2、1、ゴーシュート、暴れてる、バルキリー暴れてる、あっ、いやー、またやられた。 Z アキレス強い。勝者 Z アキレスです。じゃあ次はエンペラーフォルネウス使ってみましょう。エンペラーフォルネウスと Z アキレス、どっちが強いのか。3、2、1、ゴーシュート、おっ、出て、お、オーバーフィニッシュしたのにさ、戻ってきた場合どうなんだろう。スピンフィニッシュかオーバーフィニッシュかわかんないんですけど、セカンドバトル、3、2、1、ゴーシュート、シュート、暴れてる、おー、すごい、お、ちょっとぐらついてるよ、エンペラーフォルネウス。あ、安定してきた、やばい、負ける、あー、負けたー。またしてもエンペラーフォルネウスのスピンフィニッシュ。待って、思ったんだけど、Z アキレス、ちょっとね、高さを高くしてみてよ。そうすると変わるのか。3、2、1、ワン、おシュート。おー、いい戦い。どうだろう、さっきよりいい戦いしてるかな。やばい。あー、やられたー。エンペラーフォルネウス強いね。バルキリーとエンペラーフォルネウス戦わせてみましょうか。3、2、1、ゴーシュート。暴れる。いけいけバルキリー。いけバルキリー。あー、おおおー、バルキリーがバーストフィニッシュ。かっこいい。初めてバーストフィニッシュ見れた。かっこいい。さすがバルキリー。かっこいい。ってことはバーストフィニッシュでバルキリーの勝利。イエーイ。じゃあ最後にちょっとね、フレームがないバージョンのおすすめ改造できるのでやってみたいと思います。ヤードドライバーだから、ウィニングバルキリーにこのエンペラーフォルネウスのヤードのドライバーをセットして、ちょっとおすすめのものとは違うんですけど、僕が持ってるのものでなるべくおすすめに近いものを作ってみました。こちらが Z アキレスゼロディスクのボルカニックっていうウィニングバルキリーのドライバーですね。そしてウィニングバルキリー11ディスクのヤードドライバー。ヤードはおすすめで、本当は2ディスクがおすすめで、内遠心の2倍馬によるブレを抑えるってことなんですけど、僕の持ってる残ったディスクで11ディスクが一番バランス型らしいので、代わりに11ディスクをつけてみました。この2つで最後に戦ってみたいと思います。3、2、1、ゴーシュート。ゴーシュート。おーおー、オーバーフィニッシュ。 Z アキレス勝利。ロック外れてない。っていうか Z アキレス強かったね。バルキリー頑張って。 3、2、1、ゴーシュート。ゴーシュート。ブレてる。あ、来た。バルキリースピンフィニッシュ。 Z アキレスロック外れてない。カッチカチだね。 3、2、1、ゴーシュート。ゴーシュート。おー、いい戦い。頑張れバルキリー。おバルキリー勝てる。スピンフィニッシュで Z アキレスの勝利。今回は Z アキレスの勝利です。バルキリーもかなり強くなった。いいですね。はい、ということで今回は新しくベイブレードを始めました。超絶シリーズからね、頑張っていきたいと思います。ですがね、ピオチアレさんからね、おすすめしていただいたベイブレードバーストゴッドの魔改造セットってやつ、あれがね、おすすめということで、注文して、その魔改造セットが届いたら、この超絶のベイたちと戦わせて、どんな感じかね、見ていきたいと思います。よければね、そちらの動画もぜひ楽しみにしててください。超絶シリーズからの始めた、まだまだ初心者ですが、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。